はい、それでは向田が自宅からお送りしていきます。お久しぶりですね。本当冒頭でも言ったように、まあ今回解説っぽくなるかどうかはちょっと定かではありませんが、まあ久々にねこんな感じで撮るんでやっていこうかなと思います。これ5ヶ月前に上げた動画の続きですね。冒頭でも言ったようにこいつだけ上げ忘れてたんで、まあ、変なとこでアイキャッチが入るのはね、これ実は撮り直しなんですよね。撮るの久々すぎてなんかマイクオンになってなくて、全然録音されてないまま一人ごと喋ってたんで、なんか悲しいっす。今のヘアピン良くないみたいな話もこれも3回しました。で、あのアイキャッチがオープニングのアイキャッチなのか何なのかちょっとわかんないですよね。やっぱ僕ら二人ともね、これ久々なんで。そういうなんか間抜けみたいなとこ出てますね。しょうがない。でね、そう、バドミントン自体はまあやってるって話なんですけど、最近ちょっとね、腰も痛いし、肩も痛いしで、なんかあんままあ、そんなしっかりがっつり、めっきりバッチリとはできてないんですけど、最近行ってる練習場所で、なんかシングルスできる場所があって、まあ、シングルスって言っても21点とかでやるわけじゃないんですけど、3点交代なんですよね。で、3点ずつやるんですけど、その3点しかないじゃないですか。で、やっぱ3点のラリーって覚えてられるんですよ。何でダメだった、どうダメだったみたいなのって。いや、なんかミスめちゃめちゃ多いんですよ。なんかドロップ打ってネットかけるとか、なんていうの、球威が足りてない。そもそもコートに届いてなくてネットとかなんですよ。なんか、なんていうんだろう。だからもう本当なんか下手、ボンミスみたいなミスですよね、言うたら。そういうミスで3点取られるとか結構多くて、なんか、いや、こういうのなんだよな、みたいな。ヘアピンが短いとか。高く浮きすぎる。さっきの冒頭の方にもあったクロスヘアピンみたいな打ってダメになるとか、結構あるんで、なんかマジで良くないなと思いましたね。うん、まあ今のも良くないですけど。いやだからそういうのやっぱなんか、いくら練習してもってそんな練習してるわけじゃないですけど、まあその辺でやっぱ意識の問題なんだろうなと思いますね。練習場所がどうとか、技術がどうとかっていうか、もう単純に意識の低さ。その意識の低さのまま練習してるから、結局どこでどういう練習しても、ちゃんとやろうと思った時に、そういうのが戻らないんですよね、多分ですけど。っていうなんか、悲しさというか、ありますね。やるせなさみたいな。最近そういうの出てきて、ちょっとテンション下がってますね。まあ、つってもバドミントン好きで楽しくてやってるんで、やり続けるんですけど。なんかもうこれ生活の一部になってて、バドミントンやることって。わかんないです。見てる人がどんくらいそのバドミントンやってるのかわかんないですけど、僕は少なくとももう生活の一部になってて、なんか、この年になるとなんかを能動的に始めるってめんどくさいんですよ。で、なんか、半受動的じゃないともうできないんですよね。動画見るとかはできますけど、なんか、メモするとか、自分が動いてなんか書いたりするのマジめんどくさいんですよ。なんか勉強とかが本当にできなくなってて、なんか読むとか、なんか見る勉強はできるんですよ。ただ手動かして書くのマジでめんどくさくて、もうなんか、マジでやりたくないですね。信じられないほど。できること、例えばバドミントンのサークル探して連絡するとか、そういうのぐらいですよ、もう。能動的にできるとしたら。僕なんか小学校の頃とかゲーム好きで、よくやって、で、小中学校の頃かな、塾行った時に、塾の先生に、大人になってまで好きだったら本当に好きだねみたいなことをなんか言われたことがあるんですよね。で、それだってもうやんないですもんね。ゲームとかアニメとかあんまり見れなくなっちゃいましたもん。やっぱ話題のやつはちょっと見てみようかなと思うし、まあ見れるやつもあるんですけど、なんかやっぱ圧倒的に数と時間それにかけれる。減っちゃったなって思いましたね。はい。何の話だっけ？わかんなくなっちゃったけど、まあ少なくとも僕はバドミントンが好きで、まだまだやり続けられそうなんで、まあなんかこういうね、こうちょっとげんなりするようなミスとかはやっぱ減らしていって、より楽しいね、バドミントンライフを送りたいなと僕は思ってるわけですよ。久々にね、やっぱ5ヶ月ぶりなんでね、こういう思いの丈を語っていって、こうみんなに共感してもらおうと思いますね。まあみんなにつったって、この動画ね、何百再生されるかわかんないですよ。何十で終わることはないんですけど、でも100とか150は全然あるんで、その150のうち僕が何回回すか分かんないけど、ま、延べ人数ね、少なくとも5、60人の人は見てるはずなんで、
まあそういう人たちに向けて僕の思いの丈をちょっと宣言しておこうかなと思います。そうそう、でもまあバドミントン練習のペースも減っちゃったんですよね、やっぱ体痛いから今腰が本当痛くてしんどいっす。でもまあね、バドミントンやってたら体が痛いのはみんなそうなんでね、めげないで頑張っていきましょう。ありがとうございました。動画をご覧いただきましてありがとうございました。これからも頑張って定期的に動画をアップしていきます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またコメントはすべて返信させていただきますので、コメントもお待ちしております。ありがとうございました。